明治23年の初夏、北陸金沢浅野川のほとりに声掛けをした見世物師の中で、滝の白糸と呼ばれる水芸の太夫がありました。北陸第一の美人にして並ぶものなき水芸師をと人も言い、また我も許しております。大層な人気でございまして、さあいらっしゃい、いらっしゃい、評判評判評判の水芸は滝の白糸お市だ、さあいらっしゃい、いらっしゃい。本営はこれより、さあいらっしゃい、いらっしゃい。北陸名題の芸人として誇り高く、また鉄火な気性の滝の白糸、座長として芸人たちにも慕われておりましたが、どうしたわけか3日ぐらい前から何か思い出しては含み笑い、太夫一人で思い出し笑いなんて罪ですぜ。何かいいことあったんじゃないですか。何もありゃしないよ。だがこれには少々わけがありまして、それはちょうど今から3日ばかり前のこと。高岡から伊勢に向かっている1台の馬車、人力車より速い文明開化の力だというので乗り込んだ人々を尻目に、人力車がこの馬車を追い越していく。お客さんが怒り出した。追い越しちゃったよ、おいこら、開花の力馬車ともあろうものが人力車風情に負けて恥辱とは思わんのか。こら別当、お前も男ならもっと負けん気を出したらどうじゃ。無知を当てんか。こら別当、無教育者、馬に聞いてください。私が走ってるんじゃありません。無然としている別当の青年。ねえ若石さん、これも雪明かりだと諦めてお客さんたちを喜ばしてあげたらどう。だが強情なこの青年は返事もしません。もしかしたらご祝儀が欲しいのではないかと白糸が思い切って、ご実践どう、一つ奮発なさいよ。いりません、坂台では馬は動きませんし、いただくわけもありません。何言ってやがんだい、わけもヘチマもあるもんか。育児なし馬車が車に負けるなんて、それでも文明開化の力なの。あれを追い抜きゃいいんでしょ。腹を立てた青年はやにわに鞭を当てて、今度はめちゃくちゃに走り出した。これさ別当さんや、もし若いさん、なんとひっくり返るようなことは、なかろうの。おい、わかりません、馬がケツまずけばそれまでです。もうちょっとゆっくりやらんかい。おい、相当強情な青年である。めちゃくちゃに走り出して人力車を追い越したのは良かったが、目的地へ着かないうちに肝心の馬車の方が壊れてしまいました。白糸はいい気味だと思いました。さすが強情なこの青年もこれにはほとほと困ったようです。どう、夕方までにはイスルギにつけましょうかね。辛抱やられちまったんですよ、無茶をしたからな。まいった、困ったな。ダメなの、そう、お気の毒ね。今度は坂田や骨るちんじゃなお動きそうもありませんね。
これが文明開化の力ですものね。早い手から乗ったのに、驚いた文明開化の力だこと。夕方までに着けばいいんでしょ。姉さん、ちょっと降りてください。さあ、姉さん、降りてください。何をするの？夕方までに剣にお届けするんですよ。さあ。無理やり彼女を下ろすと、白糸を抱いて裸間まで走り出した。行っちゃったよ。俺たちはどうなるんだ。向こうへ着いた時には気を失っておりました。白糸が気がつくと、この青年は高岡の方へ戻ってゆく。今まで会ったことのない毅然としたこの青年が、これまで芸一筋であった白糸の心に深く刻まれたのです。なんという人、あの人。みんなあの人を金さんと呼んでいますよ。そう、金さんね。後に残されてあった一冊の本、別当には似つかわしからぬ難しい法律の本であります。これがそもそも含み笑いの原因である。あれから3日経った。もう一遍会ってみたい。太陽出番ですよ。どうしたんですか？ああ、ごめんごめん、今行くよ。東西東西、お目通りに控えましたるは当座の花形、滝の白糸太夫にござりまする。いや、待ってました、大明神、滝の白糸。娘道成寺は羽根付きの水。よよ、金沢嵐。これは命取り。その姿は水晶球の女神のごとく、観客はただ当然と酔いしれた。万雷の拍手のうちに幕が下ります。年一回の浅野川のほとりの小屋掛け、猿芝居がある女軽業山柄のゲート、剣の刃渡り、生き人形、名所の覗きからくり、電気手品。そうした中で白糸の人気がまた大変なものであります。だがしかし、やがて夜の帳が降りる。まるで嘘のように人々の姿が消えて夜が更けてくると、初めて芸人たちの自由な時間になるわけです。
月高校と天にあり、地には一輪白ボタン。いい月夜だ。寝るには惜しい晩だね。夜風心地よく、聞こえるは川の流れの音のみ。ちょ、じれって重苦しい。二十四にもなって高島田に厚化粧でもあるまい。でもここはいい気持ちだね。涼しい夜風に送られて、見上げる橋はうたつ橋。眠っている一人の青年の姿。誰だ、木戸番の心臓じゃないかい。なるほど、橋の上で寝れば涼しいね。心臓、風邪をひくよ。いい気なもんだよ、ぐっすりと。風邪をひいても知らないよ。木戸番の心臓と思いきや、月光雲間よりさっと一条の光を投げた刹那、それは白石の表こそ忘れがたき別当の金さん。まあ金さんだよ。白井とは夢ではないかと思った。会いたい見たいと思っていた白井との気持ちが縁結びの神様に通じたのか、こんな真夜中、しかも二人っきりで会えるとは。紅に頬染めてじっと見つめる金さんの横顔。金さん、よく眠って。金さんったら。金さん、痛いな。夜露は体に毒ですよ。ああ、毛布を着せてくださったのはあなたですか。あんた、その後はご機嫌よう。え、はてどなたでしたか。一向存じませんが。あら、あたしよ。情なしだな、お前さんは。あたしは忘れはしないよ。ねえ金さん、金さん、あたし忘れなんてことがあるもんかね。待ってください、待ってくださいよ。僕が姉さんを。はて、ほら、高岡から馬車に乗ったとき人力車と掛け倉をしてね。イスルギの手前からお前さんに抱かれて馬の相乗りをした女さ。あの時の姉さん。言われるまで思い出さないなんざ、あんまり不実すぎるね。いや、不実というわけではないが、毎日何十人という客の顔をいちいち覚えていられるものではないからね。そう。けれど裸馬に相乗りをするお客は毎日はありますまい。そりゃそうさ、そんなことが毎日あってたまるものか。金さん、金さんったら。金さんは不機嫌であります。お前さん、どうして金沢へおいでなすったの。君のためにあっちを浪人したのだ。まあ私のため。
ご冗談もんだよ。私のためだなんて。それで怒ってるの？そう。ねえ、すみませんが、一服貸してくださいな。いいでしょ？勝手だな、君は。何このキセル。ひどいキセル。タバコの味も何もありゃしない。ほら、ご覧な、武将だね。お前さん、やもめだね。その男前だったら、でも、色の一人や半分はありましょう。バカな。おや、じゃあ、ないの？そんなものはない。そう。本当に？くどいな、君は。あ、虫が入っちゃった。取ってちょうだい。どこ？背中、背中よ。葉っぱじゃないか。金さん、金さんったら。ねえ、今おっしゃった浪人の話というのを聞かせてくださいな。あの時にあんな乱暴やって人力車を追い越したのはよかったが、とうとうあの翌日会社から解雇された。そう、お気の毒に。いわば私のためだもの。そう。そしてお前さん、これからどうするつもり？どうするってやっぱり空三段さ。高岡にぶらついていたって始まらんので。金沢には士官がいるから別当の口でもと思って探しに来た。そう、そして口はありましたか？ありゃしないよ。あれば橋の上なんかで寝やしないさ。こんなことを申しちゃ生意気だけれど、お前さん別当なんぞなさるご人体じゃないね。そりゃ私だって生まれからの別当でもない。私は金沢の子息だが、3年前に親父に亡くなられて余儀なく学問を中途でよした。その上、おととし母親にも亡くなられて、全く天外の孤児となって馬車会社へ住み込み業者となった。まことにお恥ずかしい次第。しかし私だってこのまま馬方で果てる了見ではない。目的も望みもあるのだが。ままにならぬが浮世の常だ。そりゃ誰しも浮世ですよ。ままになんかなりゃしない。まあ、浮世と諦めておくのだ。金さん、あの、お前さんの望みとは何ぞその学問のことでしょうね。ああ、法律という学問の修行さ。そう、学問なら金沢などよりいっそ東京へおいでなさればいいのにね。東京？
生きりゃ行くさ。でもそこが浮世じゃないか。ままになんかなりゃしない。いいえ。じゃあお前さん、おいでなさいな、東京へさ。腹を立てちゃいけませんよ。失礼だが、私が貢いであげようじゃありませんか。あなたの学士ぐらいきっと私が。しかし縁もゆかりもない君に、そんな。縁？縁というのも初めは他人。今ここで私の心を受けてくだされば、それがつまり縁になるんだろうじゃありませんか。お願い、私に貢がしてください。お地蔵さんに心の中で手を合わせて、白糸は金さんを楽屋へ連れてまいりました。いつまでも黙ってないで、御所だからさ、貢がしてくださいよ。ね、あなたの学士ぐらいきっと送ってみせる。きっとお前さんは立派な人になれますよ。それまで私は見させてもらいたいと思いますのさ。金さん、しっかり勉強して早く立派な人になってくださいね。姉さん、せっかくの志、お言葉に甘えてご恩に預かります。私は村越金也というものです。もう嫌ですよ金さん、真面目腐ってさ。私は水島とも24よ。金さんは？僕は25歳です。そう、まあ一つ違いね。さあここにお金が30円あります。一日も早く東京へお立ちなさいな。ね、村越金也、このゴンは終生忘却いたします。他日私がいかなる地位を得ても命にかけて報います。あなたの望みを言ってください。どうか。私の望みって、私はお前さんの望みは叶えさえすればそれで満足。いや、それはいけない。いけません。それはただ恩に対する我が身の義務というもので、決して恩人に対する義務ではない。どうぞおっしゃってください。そう、それじゃあ言いましょうか。私、何も生娘のように恥ずかしがることもない、おばあさんのくせに。私の望みというのはね、お前さんに可愛がってもらいたいのさ。頬あからめながらやっと言った一言。命に代えてもきっと仕送りをしてみせると誓った白糸。滝の白糸と村越金也は月冴えるこの世結ばれたのであります。やがて明け物が訪れました。宇多津橋のそば浅野川のほとりの小屋に曙光を差し染めます。浅間屋の中に見える絵看板や上り、
金屋はあの姉さんが今評判の水芸の太夫滝の白糸であることを知りました。いやよ、見てはいや。絵看板ではしがない滝の白糸でも、お前さんとこうして一緒にいるときは、私は片木の水島ともさ。やがて二人は相乗りの人力車に揺られて金沢の駅へ。お互いの魂が一つに溶け、未来を誓い合った二人。一路金屋は学問への対望に燃え、東京へ向かって行きます。村越金屋が滝の白糸の定義に感じ、東京へ遊学しており、春秋ここに二とせ、瞬く間に歳月が流れ去りました。仕送りを続けてくれる白糸のためにも、一日も早く学校を卒業し、そして任官しなくてはならない。真面目な青年である村越金屋は一生懸命勉学に励んでおります。幸いにしてある高等官の長屋門の一部屋を借り受けることができました。何くれとなく面倒を見てくれる親切なおばさんが一人おります。主人が役所から帰ってくる。お帰りなさいまし。かつて別当であった自分と、立派な馬車で送り迎えされる高等官の主人。自分も一日も早く任官しなくてはならない。村越さん、ご覧なさい。村越さん、あなたも今にきっと殿様のような偉い人になれますよ。ああそうそう、姉さんからまたお金とお手紙が。ありがとう。白糸からの頼りであります。そして何がしかの金が入っている。本日この手紙とともに金子少々お送り候間お受け取りくだされたくそろ。白糸は今日も旅空にて金屋様のご成功を祈りおり候。人気のある白糸とはいえ、やはり浮き草稼業。決して良き日々ばかりではない。辛い時がある、苦しい時がある。だがその胸に燃える金屋への恋が、彼女にいかなる辛苦にも耐えうる強靭さを与えておりました。誇り高き水芸師として狂言鉄火を歌われし白糸は、遥か遠都の金屋を唯一の支えに、その妻となる日を夢見て北陸寺を巡業していたのであります。だが夏が過ぎ、秋風が吹き、やがてそれが木枯らしの風に変わり、山の頂に白いものが見える頃、夏物の水芸は大一座で行くわけにもいかず、小一座にまとまります。芸人にとってまことにつらい冬枯れ。そうした時に高利で金を貸している高利貸し岩淵剛造という男がおりました。どうしたい。おっか、おい、これだけ。
これじゃあ利子だけで元金が1万も入らねえぜ。どうするんだい。おい、おっかどうにかしねえ。おい。ないよ。何、次場所の直江津へ行けばなんとかしますよ。だから直江津さあな、冬枯れに向かって夏物の水芸と合同じゃ、まあ五難だろうね。旦那、縁起の悪いこと一個なしにしましょうぜ。姉さん、姉さん、さくらんぼ送んな。ダメよ、ダメ。これは私のいい人なんだから、ダメ。それより心臓にうどんでも食べさせておもらい、なでしこちゃん。嫌な姉さん。一座の花形なでしこと木戸版の心臓の中は誰でも知っている恋仲。うどんでも食わしてやるよ。猿芝居とも今日でお別れ。ちょまっさんや、明日はどこへお行きだね。はい、大聖寺へ参じます。そう、まあせいぜいおあてなさいね。ありがとうございます。姉さんもどうぞ。うん、水芸は夏のもの、年を越して春の雪解けまではダメですよ。いいえ、姉さんの人気でしたら大丈夫でございますよ。やがて白いものが降り続き、冬が訪れる。工業を打つことができず、一座のものは休みが続く。だがしかし、東京へは仕送りをしなくてはなりません。ようやくのことで集めてきた金子、久しぶりに便りを書く白糸が、私どもの工業は秋はようやく寂しく、冬は霜枯れ、あれんべき時効の間、陶器は全く座食の悲運にあり、心苦しくはそうらえども、お約束の金子の半分だけ送り申す候老ほどに、白糸が工面の金子とおぼしめされ、当座の間はこれにてご容赦下されたくそろ。やがて春とも相なりそうらえば、必ずこの埋め合わせはいたすべくそろ、ご懸念なくご勉学に努められたくそろ、そして最後には村越とも、と村越とも、その言葉が白糸を慰めます。あ、何をするんだおぎん。姉さん、ふざけた真似をしてないよ。お前さんと私とは仲持ちじゃないか。どうしようってんだい、お銀。姉さん、すまない。すまないよ。堪忍しておくれ、白糸と姉さん。訳を言ったところで、この霜枯れの冬のこと、所詮貸してはもらえまいと思ったし、それに、私は、すまない。当たり前さ、人が八方稼ぎ回ってやっと工面したこのお金、そうそうお前の酒代にされてたまるかい。え、おぎん。姉さん、酒代じゃないんだよ。酒代を盗むなんて、そんなあずましい女に見られちゃ私は悲しい。おっかさんが、おっかさんが死にそうなんだよ。どうしよう姉さん。東京にいるおっかさんのおしみに会いたいばっかりに。私はもう行っても立ってもいられなくなってるんだよ。
姉さん、姉さん、辛いんだよ。おっかさんの死に目に舞えず、この上南に苦しめられて生きてるくらいなら、姉さん、ご承諾、私を殺しておくれ。死んだ方がマシだよ、姉さん、殺しておくれ、殺しておくれ。お黙り、何言ってるんだよ。いくら泣いてもこのお金はお前にやってたまるものか。出てっておくれ。さあ出ておいきったら。いくら泣いてもわめいても金屋のためには大事なお金、お前なんかにやってたまるものかと一度は突き放したものの、親の死に目に会えないと言って泣いているお銀の姿を見ると、その大事な金を思わず知らず投げ出してしまうような、そんな気性の白糸でありました。持っておいき。これを私に。すまない姉さん、私は一生恩に来ますよ。お前さん、私にとって本当に生き仏様だ。ありがたい、ありがたい、すまない。おだてんなおよし、命に関わることだから私はお金をあげたまでさ、さっさと出てっておくれ。さあ出ておいき。本当にいいんですか。だがお銀はその晩のうちに若い座員と駆け落ちをする。実にさまざまなことがあります。休みが続く。女房に逃げられて南京出ばうちは機嫌が悪い。みんなしょんぼりしている中で、ただ若いなでしこと心臓の二人だけはいつも明るく楽しそうである。楽しそうな二人、私だってもう少しの辛抱だ。心臓、周りに人がいるんだよ。どうもすいません姉さん。恋の水芸洗い紙、島田高曲げ厚化粧、片絹小町色もかも、心身真にあのあで姿。懐かしい思い出の歌つ橋が思い出される。もう少しの辛抱だ。溶けた黒髪並木を走る、胸に抱かれた馬の上、なわて追い分け旅の空。いい女だな。ダメですよ太夫は。何しろ東京の色男に色気とシャバッキが一緒になってまるで夢中なんだからね。ダメですよ。何、金づくで一度は。おっと、あれはダメですけど。旦那、向こうのはどうです。若い娘ですよ。ほら、なでしこです。お気に入りましたか。なでしこ、かわいい女だな。大丈夫か。あいつ足の一座のものですから。頼んだぞ。やっと小屋が開きました。久しぶりの舞台で南京出羽内は張り切っております。客の入りは少ない。だが今晩は金づくで若いなでしこを自分のものにできると、高利貸しの岩渕豪蔵が舞台を凝視しております。
久しぶりに会いた小屋もこの入りでは。この小屋へ来ればいつも五男、牛と狐の鳴き別れ、もうコンコン。やだねえ、だ悪いつじらですよ。こんなりじゃあがきがつきませんね。たく。じゃあ太夫、とにかく足は行かなきゃならないから。割りったけの金ですからね、預けていきやすから。用がしかい、これは一座の虎の子ですよ。しっかり持ってておくんなさいよ太夫。じゃあいいね、決めてきておくれ権次。ええ、柏崎へ掛け合いに行ってきますからね。あとはくれぐれもお願いしますぜ。間違えのねえように一つ。じゃあ行ってまいりやす。お、いいのを決めてくるぞ。行ってらっしゃい。でですよ姉さん、出番ですよ。はい、ただいま。南京出羽内が舞台から降りて、代わりに白糸が登った時、待ちかねたように奈落から木戸番の心臓がなでしこを呼びました。本当かい、岩淵の家へ行くって本当なのかい、なでしこちゃん。親方が岩淵からお金をもらって私を売ろうとしているんだよ。どうしよう。そんなバカな、いくらなんだってひどすぎるよ。私だって嫌よ、そんなところ行きたくない。だけどお金が、私はこんな商売から早く足が洗いたいんだけれど、どうしよう。俺だって嫌だよ、いくらなんだってひどいよ。金のためなんて、畜生、金が欲しいな。金がありゃ何もなでしこちゃんを。どうしよう、金が欲しいな。あ、いたいた、やっぱりここにやがった。いやいや、やろう、冒険場は抑えたからな、今度こそ話さないぞ。またこんなところで相引きをしてやる。不定野郎だ、おめえの座長のとこへ連れてってやる。こっちへ来い。お願いです、新さんが悪いんじゃないんです。待ってください、親方。うるせえ親方、うるせえ。さあこっちへ来い。旦那、そいつを逃がさないように一つ押さえておくんなさいよ。お願いですから、どうかどうか。おい、静かにしな。お前今晩。嫌です、話してください、話して。どうしてくれるんで。この若造がうちの大切な金箱のなでしこの尻ばかり追っかけ回しやがって。おめえんとこの一座のもんじゃねえか。そんなこと言ったって若い者同士だ、しようがないよ。こんなごたごたがあって、その晩なでしこは岩淵のところへ行かないで済んだが、しかし若い二人は決心をしました。何くれとなく面倒を見てくれる白糸姉さんには申し訳ないが、思い切って二人は駆け落ちをしようと。なでしこちゃん、今から行けば一番の汽車に間に合うよ。なるべく荷物は少なくして、白糸姉さんには申し訳ないが早く行こう。お待ち姉さん。駅なんか行ったらすぐ捕まっちまうよ、バカだね。裏へお回り、裏に小舟があるから。姉さん、申し訳ございません。仕方がないよね。なでしこちゃん、このお金持っておいで。
ざ持っておいでったら。お金なんて。姉さん、それいけませんよ姉さん。それじゃああんまり冥利につきます。一度だって仕事を見つけるまではやっぱりお前さんもお金の苦労遠慮なく使っておくれね。片銀ならお前たちの門出だもの。せめてこうでもしなきゃ安心できないのが私の気性因果さね。白糸姉さん、ご恩は一生忘れません。その代わり離れちゃいけないよ。いつまでも幸せに暮らしておくれ。若い二人を逃がしてやる。それはやがて自分と金さんとの幸せにつながると信じながら。やいやいや、どうしたんでぃ、なでしこ。いねえじゃねえかよ、ったくちきしょう。おめえがなでしこにまた出しゃばったまねしよったんだろ。いったおらどうすりゃいいんだよ、知らないよ。何か証拠でもあるのかい。言いがかりをおつけでないよ。だっててめえんとこの心臓だっていねえじゃねえか。二人で駆け落ちをしやがって。おかには逃げられるし、なでしかいなくなっちゃう。俺はこれから一体どうしたらいいんで。商売ができる。太夫頼む。この通りだ、太夫。なでしかいなくちゃ。食べ行くにも幼稚の旦那から一文の金は出ねえんで。頼む。なんとかしてくれ。この通り。太夫。しょうがないね。ほら、もっと行き。銭がありゃなんとか。いいかい、ねっきりはっきりこれっきり私の全部の心証、それで多めに見ておやりよ。銭がありゃなんとか。銭がなけりゃどうにも仕方がない。38円60銭、これっぽっちゃ。おう、なでしこの身の代金には少しばかり足りねえが、まあもらっておく。何言ってんだよ、偉そうなこと言いだね。お前さんまだ言い分があるのかい。言い分終わりでいい。このたらずめはいつか取ってみせるから、覚えてやがれってんだ。まったく余計なことをしやがって。たぶん良かった、せいせいした。いい苦毒をしたよ。二人は一体どの辺まで行っただろうね。先乗りから帰ってきたゴンジ、持っていたお金を全部使ってしまったというので。驚いたねえ、と呆れたもんで、一人で置いといたら何をしでかすか分かりゃしねえ。みんな使っちゃったんですかい。だってせいせいするじゃないか、あたしゃ人助けをしたんだよ。太夫、柏崎の工業は売れませんよ。また戸屋ですぜ。売れない、ダメだったのかい、ゴンジ。東京から手紙。太夫、どうにかしなけりゃ東京へ送る金どころか一座のものが干上がっちまいますぜ。どうするんです。あれ以来仕送りをしていない。もう卒業も間近だというのに、有金は全部はたいてしまった。そうだ、金沢へ行こうよ。どこ行ったってこの冬枯れじゃ。でもさ、あそこは地元だもの。ごひいき様だけでもなんとかなるだろう。行こうよ。この冬枯れじゃダメですよ。白糸は金屋に
手紙をしたためます。この度の佐渡の興行もあしからず、近日中に金沢へ参る手配と相なり申しそる。その節はお約束の金子きっと送り申し参らすつもりにてござそうろうまま、しばらくの間お待ちくだされたくそう。相当に送金に困っている様子が分かったのか、やがて金屋からは送金はしないでもいい、自分できっとやるという返事が来ました。かねてより授業料を滞納いたし候ため、今後の通学もおぼつかなく、そのため余儀なく労働いたし、必ず諸子を貫徹いたすべく覚悟にござ候間、事後お仕送りの儀についてはご辛労なきようくれぐれも。どうしよう、仕送りをしないと。冗談じゃござんせんぜ、太夫。東京へ送る金あろうか、一座の給料も払いやしませんぜ、太夫。仕送りがない、金屋は困っているだろう。さすがに白糸も身体極まってしまいました。太夫。なんだい。ちょっと。なんだい。あそこのひふみよ七番目の旦那どうです。あの男は輸入問屋の主で豪勢な物持ちだそうですぜ。なんだよ、どうだって言うんだよ。え、私は。そうじゃないんですよ、太陽。滝の白糸の頼みでありゃ、色気抜きで金を貸そうじゃないかとこう言ってるんで、一度だけ頼んでごらんなさいよ、太陽。よくいらっしゃいましたね。私はいつも客席から拝見しているが、いやー、お美しい。太夫は大変な美人だ。一服どうぞ。お金がお入りようだそうで、いくらでもご用立ていたしますよ。滝の白糸のためとあらば、いくらでも。全くこれは天女が舞い降りたようだ。眼福ですな。おっと、そこのところはこういうようにしていただきたい。うちは表の方でしてな。どのぐらいお入りようですか。30円でも50円でも100円でもよろしい。太夫、魚心あらば。何をするんですよ。これはきつい。私は色気抜きでお金を拝借に上がったんです。ねえ、あなた子供じゃないんだから分かってるでしょう。太夫、滝の白糸と甘く見ましたね。お断りだよ。太夫、お待ちなさい。太夫、太夫。いた、乱暴者か、乱暴者。滝の白糸は芸は売っても体は売りませんよ。芸は売っても体は売らないと単価を切ったものの、金策の当てはなく、白糸はほとほと講じ果てました。思い余った彼女は金沢へ来た。そして高利貸し岩渕豪蔵の言いなりになるという約束のもとに、300円の金を手に入れるのであります。無造作に大金を与えた岩渕豪蔵は、抱かずのごとき眼で白糸を凝視する。これまでこうした手段で幾
人もの女を毒牙にかけてきた。それは白糸にとって悪夢のごとき一時でありました。帰り道、ちょうど兼六園のあたりまで来た時、何をする。金を出せ。え、お金なんかありゃしないよ。懐に300円あるわけだ。え、さあおとなしく出せ。お話ったら、ちくしょう。お話。襲いかかってきた 5,6 人の男、出刃包丁を突きつけ、無理やりに白糸から金を奪おうとする。さあ出せ。話せ、ちくしょう。何をする。あ、返しておくれ、返しておくれったら。そうか、大事なお金なんだ、返しておくれ。ルシー、返しておくれったら、お願いだから。ええ、ルシー、やがて冷たい夜露が白糸を正気に戻した時、あの大切な300円のお金がない。残されてあった一丁の出刃、あの300両惜しくはないが、金さんのためには大切なお金だ。ちくしょう、私は悔しい。南京出刃打ちがいつも使っている出刃である。そうか、岩渕のやつめ、南と馴れ合いでやりやがったな、岩渕の畜生。激しい怒りに身を震わせつつ、白糸は出刃包丁を手に岩渕剛蔵を邸へ。岩渕、岩渕はどこだ。岩渕、帰ってきたか。筋書き通りだな。お金を返し、南と馴れ合いで私から取ったお金、さあお返し。出刃か、ゆすりだな。戻ってくるように筋書きはなっていたんだ。話せ、畜生。もういっぺん可愛がってやる、白糸。何をする。話せ、話せ、畜生。さあこっちへ来い。話せ、話せ。うわあ、襲いかかろうとした岩渕剛蔵の脇腹深く出刃が突き刺さった。人を殺した、人殺しをしてしまった。午前自室、あとは無我夢中。机の上にあった何がしかの金をつかむと、そのまま白糸は方針の体で岩渕剛蔵邸の奥座敷から逃れました。恐ろしい殺人を犯した、捕まれば死刑。殺される前に会いたい、一目だけ。Thank you.
会いたい。金屋の面影を胸に、白糸は金沢の駅へ。そして夜行列車に飛び乗り、一路恋しい金屋の住む東京へと向かったのであります。事件は早くも関係の知るところとなり、四方八方に刑事が飛ぶ。凶器の所有者、南京出羽内は捕獲しました。しかし事件は複雑だ。あれ以来、水戸瀬の歳月が流れ去った。ところがきだけを頼りに、ようやくのことで東京までやってまいりました。白糸は村越金屋の家を探します。村越さんのお宅は？村越さんの家ですか。村越金屋さんはこのお屋敷の御門にいますよ。おばさんがいるから聞いてごらんなさい。ごめんください。ごめんください。はい。どなたでございます？あの、村越さんは？は？村越さんはいらっしゃいますでしょうか？どうぞ中へ。村越さんでございますか。まあ、外はお寒いから、どうぞ。さあ、どうぞ、お当てなさいましな。あの、村越さんはいらっしゃいますでしょうか。それが、不意にこの度お勤めになるお役所の上役の方と、行き先もおっしゃらずにお出かけになりましてね。いつお帰りに、あの、いつお帰りになるか私には見当がつきませんので。村越さんはいらっしゃらないんですか。まあ、お召し物が大変汚れて。いいんです。必死の思いで駆けつけたそこには、村越金屋の姿はなかった。金さんはいない。あまりのことに言葉もなく、ただ呆然と部屋を眺めるばかり。金さんはいない。さあ、お当てなさいましな。せっかくでございましたね。あの、すみませんが、お帰りになったら村越様へこのお金をあげてください。さいですか。とにかくお預かりしておきます。本当にせっかくでございましたね。何としても金屋にお金を届けたい。捕まる前に一目恋しい人に会いたい。しかし、その思いは叶わず。わずかにこの部屋の中に金屋の佇まいが残っている。ここで金さん勉強して、ここが村越さんのお部屋なんですのね。はい。
真面目な方でございますからね。ここで村越様はいつもお役所からご帰還になる殿様をご覧になっては、僕も早くあんなに偉くなりたいとおっしゃっていましたがね。何でも村越様には本当に良いお姉様がおありだそうでしてね。お姉さんのこと？いつもそのお姉様のことを思っては一生懸命ご勉強なすっておいででした。そして早く偉くならなくては自分のために楽器をしおくってくれるお姉様に申し訳ないってね。それはもう口癖のようにおっしゃってましたよ。そうですか、村越さん。でも今では村越さんも偉くおなりになったんですもの。さぞお姉様もお喜びのことでございましょう。本当にさようでございますとも。私はいつも村越様に言ってやるのですよ。村越様はこんなに偉くなれたのはみんなお姉様の力なのですよってね。まあ、ごゆっくりなさいましな。まあ、お茶でも入れてまいりましょう。あれから水戸瀬の歳月が流れ去った。もう自分のことなど忘れてしまったと思っていたこの部屋で、金谷は自分のことを思い浮かべながら毎日を過ごしていた。むしろ会えない方が幸せかもしれない。今の自分はかつての白糸ではない恐ろしい殺人犯。会えない方が幸せかもしれない。白糸は一時の間の幸福に浸っているのであります。金谷は自分のことを思いながら勉学に勤しんでいた。無事に任官することができた。そこには任官の辞令書が入っております。だがしかしその儚い夢も金沢から追ってきた刑事によって書き消されてゆく。ついに白糸は逮捕されてしまったのであります。流星散りて風少々。金沢に護送されていく列車内。もう生きている望みはない。いっそのこと死んでしまおう。そう決意を固めた白糸は車上から身を翻した。飛び降りだ、自殺だ、女だ、自殺だぞ。誠に偶然ではありますが、その近くにささやかな蕎麦屋を開いている若夫婦、それが新蔵となでしこであったのです。本当に来ないんだな、隠すな。隠してはためにならんぞ。よし、家探しをする。早速刑事がやってまいりました。この辺一帯では他に身寄りがない。お前たちぐらいだ。今はいないかもしれないが、もし生きたらすぐに警察に届けるように。いいか、わかったな。必ず届けるんだぞ。この日は早じまいをいたしました。だが実は白糸は新蔵夫婦にかくまわれていたのです。姉さん、姉さん、しっかりしてください。こんなにやつれて。
すまない。金さんに一目会いたいばっかりに、面目ないが私は義理も人情も忘れてしまって。待ってください、姉さん、どうするんです？表へ出ちゃ危ない、姉さん。私がいてはお前たちにこの上迷惑をかけるばかり。姉さん、待ってください。気を落ち着けてしっかりしてください。姉さん、しっかりしてくださいよ。姉さんの恩を忘れる犬畜生じゃありません。明日もの命にかけてもきっと姉さんをかくまってみせます。姉さん、どうか落ち着いてください。気をしっかり持ってください。すまない、すまないね。しみじみと人の情けが身にしみます。姉さん、姉さんの大好きなさくらんぼですよ。これでも食べて元気を出してください。心臓、すまないね。おい、開けろ。心臓、表を開けんか。チキショウ。おい、開けろ。開けんか。警察の者だ。貴様、開けんと同罪だぞ。開け、心臓。誰が開けるもんか。カマンからぶち返せ。裏から逃げた。待て。いや、違う。これはおかみだ。この語り部。姉さん、早く、早く裏から逃げてください。姉さん。しらいと。あまりおかみに手数をかけるものではない。白糸はついに逮捕されました。高利貸しの岩渕剛蔵殺しに水芸の太夫滝の白糸が捕まったというので、金沢の町は大変な騒ぎとなりました。白糸が捕まった、取ったと南が言うのに白糸の方が知らねえというのはおかしな話さ。まったくだ。ということはだ、つまりなんだな、滝の白糸も少し臭いぜ。そうだろ。黙れ。何を言う。いいか、誰が何と言おうと犯人は南に違いねえ。わしはそう確信しと。余震判事が取り調べております。おい南、この出歯をよく見ろ。これはお前の出歯だろう。これ以上貴様は自分の犯行を否認し通せると思うのか。何もかも白状せい。旦那、身に覚えのねえこと泥の吐きようもありやせん。あしゃ本当にもう、滝の白糸から金を強奪しただけだというのだな。それだけか。へえ。そしてこの出歯を落として逃げたというのだな、兼六園内ちゃんへ。へえ、さようで。おかしいではないか。その出歯がどうして岩渕剛蔵邸にあったんだ。嘘を言うとためにならんぞ。白糸、もういい加減に白状してはどうじゃね。南はお前から金を取ったと言っているのだからな。お前が取られないというのはおかしいではないか。本当は
取られたんじゃろ。何かそこに訳があるんじゃろ。たとえ取られたと白状しても、お前が岩渕を殺したとは思っておらんのだ。その金は一体どういう金だ。何か訳があるんじゃろ。もし白状すれば方面になるかもしれん。どうじゃ、お前は自由の身になりたくはないか。え、あの方面に。これは血のついているお前の羽織、これに覚えがあるだろう。そしてこの出歯。お前は金を取られたに相違あるまい。兼六園の中で南に金を取られた。その金は一体どういう金だ。訳があるんじゃろ。金を取られたに相違あるまい。何もかも言いなさい。正直に申し述べよ。その金は一体どうした。言いなさい。何とおっしゃっても取られた覚えはございません。事件は複雑であります。真犯人は一体誰か。金沢の町は大層な騒ぎとなりました。どのみち命のないものとは諦めてはいるものの、一時だけでもこの罪を言い逃れてお仕置きを受ける前に一目金さんに会いたい。さて、高利貸しの岩渕剛蔵殺しの後半が近づきました。東京から新任の検事代理が赴任するというので大変な騒ぎ。なるほど、わかった。裁判だ。さよう。余震では、結局南が殺したことになって終結したわけだ。わからないよ。後半には東京から新任の検事代理が来て、凄腕を振るうてから見物だぜ。辣案だそうだ。何を言うか、バカ者め。新米の若造に何がわかるもんか。ご存知なのは大岡様とこの俺だけじゃ。誰が何と言っても犯人は白糸ではない、南だ。南に違いない。絶対に白糸ではない。違うと言ったってご隠居さん。いや、わしの言うことに間違いはない。白糸は絶対に犯人ではないぞ。ご隠居様、もういい加減にお帰りになって、朝から8時間もお風呂に入って。何時間入っていようと湯煎は同じだ。ご隠居様、あのご飯でございますんで、どうぞお帰りくださいまし。白糸は犯人ではない。冬来たりなば春遠からじ。いつしか雪の間から新しい芽が顔を出す。水清きに似て心すがしく、幸福に浸る己が姿こそ永遠の夢。新任の検事代理様が特に今すぐお前に会いたいとおっしゃるのだ。
もういいだろう。さあ来るんだ。引っ立てられてゆく滝の白糸、後半の日は容赦なく近づいておりました。連れてまいりました。ご苦労。おかけなさい。聞き覚えのある声に白糸ははっとした。信じられなかった。あの愛しい金屋の姿が自分の眼前に、立派な賢治の姿で、それに控え、なんと惨めな斧が姿、自分は恐ろしい殺人犯。皮肉な運命の再会。北陸の名家と謳われし斧が誇りは微塵に砕け散った。再会の喜びは、誇りと矜持が砕かれた一瞬でもあった。がしかし、金屋の今日あるは、斧が支えあらばこそ。金屋を世に出したのは自分である。彼女のうちに今、新たな誇りが、喜びが、目覚めたのであります。眠れますか？食べ物はどうです？何か不自由なものはありませんか？私がこんなに出世したのも、みんなあなたの親身も及ばぬお力添えのおかげです。ありがとうございました。ご立派にご仕官なすって、おめでとう存じます。お会いしとうございました。お会いしとうございました。お会いしとうございました。長い間ご苦労をかけました。さぞ虫のいいやつとお恨みでしょう。許してください。いいえ、ただ一目お会いしたいばっかり、生きながらえてまいりました。お会いできたからもういいんです。何も思い残すことさあ、調べてください。あなたは賢治様、私は罪人です。調べてください、調べてください、調べてください。どうして恩人のあなたを調べるなんて、そんなことができるものですか？あとはただ涙。時が流れます。時間が参りました。連れて行くように。なんという無情な運命の再会か。この度の高利貸岩渕剛蔵殺害事件、あの時渡されたあの金、もしかしたらこの事件に関係があるのではと。
身なりはあまりよくありませんでしたが、器量の良い25、6の女の人でしたよ。あなたのことをいろいろ尋ねては泣いていましたがね。あの時届けられたあの金が、もしもこの事件に関係があるとしたら、すべては自分のために犯した罪。どうして恩人を罪に陥れることができよう。自分こそ法廷に立つべきだ。意を決した村越金也は辞職願いをしたためまして、白糸に代わって退刑を置くべく法廷に出る決心をしたのであります。再び白糸の官房を訪れます。あなたが犯した罪は全く私のためなのだ。当然私が退刑を受くべきだ。恩人を罪に陥れるような残酷なことはできない。私が退刑を受けます。何をおっしゃるんです。あなたは卑怯です。それでは私は一体どうなるんです。お願いですから、そんなことは言わないでください。お願いです。あなたの出世のために命を投げ出した私だもの、いつ死んでも本望です。どうか検地代理のお務めを、どうか白糸が一生のお願いです。どうぞお上のお役目を立派に果たしてください。お願いです。私をかわいそうだと思って、せめてあなたのお力で死に花を咲かさせてください。血を吐くような白糸の言葉、白糸を裁くことこそが彼女の愛に報いること。意を決した村越金也は検事代理として法廷に立つべく保存を固めたのであります。いよいよ注目の公判の日が訪れました。特に今回は東京から新任の検事代理が赴任して辣腕を振るうというので、また水芸の太夫滝の白糸が出廷するというので、傍聴席は満員でありました。まず南京出羽内が出廷してまいります。廷内は席として声なく静寂に包まれておりました。南京出羽内、これはお前の職業用所持品だそうだが、どうして使用するか。これはあっしが舞台で使っておりまして、と打ちますのがあっしの商売なんでございやして、この出羽を兼六公園内茶屋へ落としたと申し立てるが、それが岩淵豪蔵宅の奥座敷にあった。
お前はその事実を認むるか。どうだ。いえ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 、存じません。あしの知ったことじゃねえんでございまして。あしが矢内を殺したなんて、それあんまりでございまして。そんなあし悪人じゃございません。ただ滝の白糸から金を強奪したというのか。殺した覚えはないというのだな。そんな大それたことをするような悪人じゃございません。至極善人なんでございますんで。これ以上申し立てることはないか。ございません。裁判長、本官は検事代理として滝の白糸こと水島友に対し、一応尋問の許可を願います。よろしい。では証人水島友。白糸が出廷して傍聴席はざわめきました。やつれたりとはいえ、白糸の美しさは失われてはいなかった。むしろ運命と対峙する者の凛とした好奇が感じられた。水島友、強盗殺人事件について証人として尋問する。正直に申し立てよ。偽りを申すな。両親に従い真実を述べ、何事も期せず、また何事も吹かせざることを誓う。村越検事代理。水島友、村越金谷が本官が改めて尋問するが、包まず事実を申せ。廷内に毅然たる声が響く。威厳に満ちた金谷の姿、白糸は限りなく嬉しかった。まあご立派に。その方は全く金を取られた覚えはないのか。偽りを申すな。たとえ偽りをもって一時を免れるとも、天知る地知る我知るで、いつがいつまで知れずにはおらんぞ。しかし知れるの知れぬのと、そんなことは通常の人に言うことだ。その方も滝の白糸と言われては随分名題の芸人ではないか。それが仮初めにも偽りなど申しても、その名に対しても実に恥ずべきことだ。人は一代、名は末代だぞ。その方のような名代の芸人になれば、随分多くの悲劇もあろう。その悲劇が裁判所において、その方が偽りを申し立てて、それがために罪なき者に罪を負わせたと聞いたならば、ああ白糸はあっぱれな心がけだと言って褒めるか、喜ぶかな。もし本官がその方の悲劇であったなら、今日限り愛想を尽かして、以来は道で会おうとも唾も仕掛けんな。しかし長年の悲劇であってみれば、まず愛想を尽かす前に十分勧告して、卑怯千万な偽りの申し立てなどは命に代えてもさせんつもりだ。正直に申し述べるように。金谷に検事代理の職責を見事に果たさせた滝の白糸、ついに白糸は実は取られました。ここにいるこの南に取られたのに相違ありません。ほらご覧なせ、足は至極善人なんで。しかと
さようか。そういございません。何をお隠しいたしましょう。私は思う方がありまして、その方に学士の仕送りを命にかけて誓いました。1年2年はとにもかくにも身をいたわず稼ぎ回って、幸い算段もつきましたが、3年後には八方塞がりにて融通の道も絶え、晩酌尽きて死ぬ思いで氷菓子岩淵の言いなりになって、やっともらった300円、その命にも代えがたいお金は岩淵と奈良屋にこの南に出刃包丁を突きつけられ、無理やりに取られてしまいました。いっそ死んでしまおうと覚悟はしたものの、それではあのお方に義理が立たず、死ぬにも死ねない私でした。私は南が忘れていった出刃包丁片手に岩淵の家へ、岩淵は野獣のようにまた私を苛みました。それを振り払うとしたとた謝った。突き刺したのか、殺したのか。殺しました。その時テーブルの上にあったたくさんのお金、そのお金が欲しかったのです。どうしても欲しかったのです。取ったのか。取りました。金屋に立派に職責を果たさせた後、白糸は舌を噛み切り命を絶ったのであります。金屋もまた白糸の後を追い、浅野川のほとりでピストル自殺を遂げたのであります。その思い出の春の月は霊峰白山の雪を照らし、二つ強化に溶けて流れて紅の涙となりて散り手を割りぬ、風の吹き雪ぞ降る夜の北陸に今なお残る語り草、悲恋滝の白糸の完結であります。